え、ゴッドイーターっていうアニメを知らないって？もう今すぐ見てください。ホームラン、よかった。10話を見てから本番いきます。見てましたね。よーピターってめっちゃ可愛いねんけどさ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、よーしスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。アニメゴッドイーター見たきっかけちょっと特殊です。ま、監督ね、最近の投稿した動画を見ていただきますと、今鬼滅の刃にハマってまして、アニメ原作本劇場版舞台見ました。その次の段階フィギュアにハマっております。特に鬼滅の刃のキューポスケットっていうねシリーズ詰めてまして、最近購入したのがこちら胡蝶忍って。このクオリティやばいでしょ。で今回はまあ鬼滅の刃じゃないんです。でも鬼滅の刃を見なければゴッドイーターには出会わなかった。メルカリでですね、時間を忘れて鬼滅の刃のフィギュアを探す旅にね、しばらくの間出ておりました。思うんですよ、かっけえフィギュア欲しいなと。部屋に置いてあるだけでおー優越感に浸れる。鬼滅の刃以外にもですね、ちらほら入ってくんですよね。なんか見ているとん？このシリーズのフィギュアなんかすごくねえか。まあ、今後ろにあるやつなんですけども、自分の体よりも2倍3倍でかい重機をね、持って戦ってるフィギュア好きでしょう。男なら。調べてみると高いんですよね。1体1万円は確実にするんです。で、それがなんとですね、3体セットで8000円。というわけで、ポチッとポチりました。こちらです。3体で8000円です。人生で初めて知らないキャラクターのフィギュアを買いました。普通ならキャラを知ってるからフィギュアに手を伸ばすと思うんですよね。でも今回は違います。フィギュアがいいから、じゃあアニメも見ようみたい。そして面白ければ万々歳。ゴッドイーターシリーズということが分かりまして、アマンプラ会員です。ゴッドイーターと検索しましたところ、ゲームかよって思ったんですけども、ちゃんと出てきました。6年前のアニメです。でね、画面に出した瞬間ね、この作品は1週間以内に配信を終了しますと書かれてるではないですか。ちょっと待って。スケジュール帳出して、まあ、いける。視聴を開始しました。で、結果なんですけども、ホームラン、よかった。見てよかった。このフィギュアを選んでよかった。そして鬼滅の刃ありがとう。もともとは原作はゲームと言ったんですけども、2010年にバンダイナムコゲームズから発売されたゲームとなっております。通称は GE と呼ばれております。簡単にあらすじを言いますと、突如出現した怪物荒神によって崩壊した近未来を舞台に、唯一荒神に対抗できる力を持ったジンギスカイの活躍を描く作品となっております。で、このゲームなんですけども、いわゆるですね、仮ゲーと呼ばれておりまして、皆さんご存知かと思うんですけども、モンスターハンターとゴッドイーターってですね、結構似てる部分があります。でもモンハンよりかはストーリー性を重視しているところ、そしてモンハンに関してはプレイヤーが主人公でも、ゴッドイーターに関してはもちろん自分もプレイヤーなんだけども、そこに繋がってくるキャラクター自体もストーリーを重視しているので魅力的に描かれております。他にもですね、バトルシステム、モンハンはですね、でっかい剣とかでバッサンバッサン切っていく感じなんですけども、ゴッドイーターに関してはですね、コンボで攻めていくタイプ。キャラクターもですね、モンハンはどちらかというとガチッとした CG とか実写に近い感じ、対するゴッドイーターはアニメチックな感じで、そういった違いがあります。他にもですね、こういった違いが出されております。 GE の魅力としましては、武器をですね、近接タイプから戦い中に武器を変形させることができる、あとその荒紙をね飛ばしたりというですね、ところがゴッドイーターの魅力ですね。レビューしていきたいと思います。発売から5周年記念でアニメ化された作品となっております。2015年に1話から9話まで地上波で放映されました。その半年後、10話から13話までメテオライト編放映されて、一応完結はしております。なぜ期間が空いたかというと、ちょっと後で後半に語ります。ざっくりですね、このアニメ版のあらすじなんですけども、舞台はですね、2071年の極東、テレビアニメオリジナルの主人公宇津木蓮華を中心としたキャラクターたちの努力、挫折、変化、成長を描くお話となっております。このアニメはですね、ゲーム版の中盤あたりまでを描かれておりまして、多少ねキャラクターや設定等はアニメならではの演出に変わっております。アニメーション制作会社は UFO テーブル、もう最近監督大好きなね、鬼滅の刃、あとフェイト、他にですね、空の境界というアニメも出している。特徴といえば、ヌメヌメで動くアクションシーンが見どころの、最近どんどん上がっているアニメ会社です。
本作をですね語るには外せない監督なんですが、平尾孝之監督。このテレビアニメーションが初監督でして、他にもですね音響監督だったり前話の脚本と絵コンテ担当しているエンドクレジット見て、あれ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 みたいな。他にもですねエンディングテーマの作詞、まあ、共同なんですけども、今の時代なかなかここまでね一人で頑張る人がいない。他にもですねこのアニメでちょっと特殊だと思ったのは絵のタッチ、なんか違うんですよ。初めて見た時にんって思いました。でちょっとウィキペディアとかを出て調べてみますと、荒廃しつつも美しくある世界とそこにいるキャラクターたちをクリアな空気感の中で美しく表現することを目指して、従来のアニメに見られる肌は一色影は一色ではなく、実写映画の照明技術をアニメーションで再現をしております。はいって思うんですけども、実写映画で同じ3点照明がこのアニメに採用されております。被写体を照らすキーライト、キーライトによって被写体に出た影を薄める役割を果たすフィルライト、キーライトによって被写体にできた影を背景に溶け込ませないように被写体の背後から強い光を当てて輪郭を浮き上がらせるバックライト、この3点をですねこのアニメに使っております。こういった部分も他のアニメとは視線を動かす新しい実験的な試みで、特殊なんでこれは好き嫌い分かれるかと思いますが、監督はこの演出で、あとですね他に先ほど1から9話までとその後に10から13話まで期間が空いたと話したんですけども、ここにもですねエピソードがありまして、実際にはもう放送延期ですね。平尾監督このゴッドイーターを撮った後ですね、その UFO テーブルから退社をします。それはなぜかというとスケジュールが間に合わずにやむを得ず延期したっていうですね背景がありますので、でその辺もですね2021年のですねインタビューにも詳しく書かれておりまして、ちょっと読みますと、脚本の遅れが根本の原因だということですね。ゲーム作品なんですけども、宇津木蓮華というですね主人公がこのアニメーションで誕生したわけなんですが、でその平尾監督脚本全話ですね書いているので、テーマをどこにしようか、そうだよね、キャラクターがいないのであればテーマはどこに行くのか、テーマって言ってもこのゲームってすごい膨大なねテキスト量があると思うんですよ。それでどこを絞ってこのアニメーションで描いていくのかというのです、かなり考えられたそうです。で最終的に締め切りまでにですね脚本が間に合わず着地したのは命のバトンを繋いでいく物語に、落ち着きます。ただこの前話のですね脚本が完成したのがですね、なんとですね放送直前です。監督もですね脚本書くわけなんですけども、きついよねスケジュール的に。でまあ結果として延期しちゃったっていうのはちょっとダメなことなんですけども、延期した後の4話がめちゃくちゃいいよ。このね4話メテオライト編と呼ばれてるんですけども、いいよめちゃくちゃいい。平尾監督は UFO テーブルをまあ退社するわけなんですけども、その時にいました UFO テーブルとは関係ないゴッドイーターの富澤プロデューサーっていう方がいて、平尾監督がですね退社した後も富岡プロデューサーは UFO テーブルと一緒にね作品を作ったりしたんですけども、富岡プロデューサーはやっぱりその平尾監督が気になって一緒になんかアニメを作りませんかって打診した作品が、なんともう監督大好きな、まあ、最近動画にもあげました映画大好きポンポさん来た。やっぱこういうのって繋がってんだよね。この辺の詳細に関してはこちらの動画で出しておりますので、概要欄にも貼っときますので、興味がある方は見てください。この映画の素晴らしいところと、あと監督の今までは自主制作経験を交えた、まあ、超大作の25分のレビュー動画となっております。はい、でちょっと戻るんですけども、テオライト編の10話がねめっちゃ良かったっていう話ね。この10話に関しては主人公宇津木蓮華の今までの過去が掘り下げられます。アニメーションの第1話なんですけども、ゴッドイーターっていうね研究所に主人公がトコトコやってきて、お前ゴッドイーターの才能合格試験合格ですって言って、まあ、そこに入って、まあ、戦うわけなんですけども、まあ、そのあたりの今までの過去のエピソードが、まあ、正直描かれてないんですよね。めっちゃやる気はあるんですよね。俺は守りたいんです、俺はみんなを守りたいんですって言うんだけども、でも全然ついてこないのね。そして悩むんだよ主人公が。映画もそうなんですけども、監督はねその主人公と気持ちを同化させて、やっぱそこでね動く怒りだったり悲しみだったりっていうね、そういったその表現ができるの映像の見どころだと思うんですけども、主人公の気持ちはすごいわかるんだけど、謎の部分、その今までの過去が描かれてないので、なんかね応援したいけども、まあわかるけども全力で応援できなかったんですけども、この10話を見てからガラリと見方が変わりました。まあ主人公ね、子供と親に捨てられたところをですね、赤ちゃんの蓮華を助ける家族がいたんですよね。まあお父さんお母さん、その娘がねその蓮華を救うんですよね。おぎゃーおぎゃー言ってるところを前通りかかって、ちょっと一緒にね命を救うんですよ。多分そのまま行ったら死んでたであろう蓮華
た赤ちゃんを世話するんですよね。まあ、レンカは成長していくんですけども、最初に言いました、命を繋いでいくバトンのリレーですね。この辺はもう10話ぜひ見てほしいね。高校生ぐらいになってんのかな、レンカとしては。お母さんが病気にかかっちゃって、お母さんかレンカを選ぶしかないみたいな感じになっちゃうんですよね。で、そこで、お母さんはこのレンカに託すんですよ。で、最初亡くなっちゃうんですよね。もうそこがまあ泣けるんだよ。で、さらにね、3人いるんですけども、このままだと街がぶっ壊れちゃうから行こうみたいな。で、父さんなんか足挟まっちゃったのか、なんかその建物に押し潰されてたのかな。で、まあ、レンカにとってはもうお姉ちゃんだよね。お姉ちゃんも結構成長してるんで。で、このお父さん早く逃げようよみたいな怪物が来るんだよ。二人は絶対助けたいんだよね。でもお父さんは言うんだよね。お前ら生き残れみたいな。このままだともう全員死んじゃうから。でも主人公のレンカとしてはね、お父さん絶対助けたいっていう、そのすごいね、真面目な優しいやつなんだよね。で、そこで、お姉ちゃんが、こう、パーンと叩いて、行くよ、お父さんは、あとは任せた、バトンを受け渡す感じね、お父さん多分、その後食われちゃうんですけど、お姉ちゃんとレンカが、まあ、走って逃げる、建物隠れてるんですけども、まあ、さっきの逃げるところで足怪我しちゃってね、近くにいるんで、レンカやっぱ優しいから、そのお姉ちゃん、GE に行こうよ、感じで行くんですけども、もうお姉ちゃん的には無理なんだよね。このまま行くと確実に足手まといになる。ね、分かってんのよ。そしてね、お姉ちゃんがとあることをするんですよ。レンカは、もうそこから行かなきゃならない、もう強制的に出なきゃならない。その辺がもうボロ泣きだよね。この10話マジね傑作。10話見てください。多分これ10話単体で見ても泣けると思います。あそこはねやばかったね。他のねレビュー記事と見てると、半年ぐらい期間が空いてから公開したので、でそこでねゴッドイーターのアニメを切っちゃった人がね結構いて、もうほんともったいないんだよね。ただその10話を見た人はもうみんな、これなんでこれ早く出さなかったんだっていうね、6年前なんですけどもそうなったらしいです。確かにね10話最高です。で、そういった主人公がその次の11話からですね、なんかちょっと変わってるんですよ。そういった思いがあるんだっていうね、補正はかかってしまったんですけども、まあ、その後のその物語の展開とかもなんかね、今までとなんかレベルが違う感じになってるんですよ。はい、というわけでですね、まあお母さんがバトンを渡して、お父さんがバトンを渡して、お姉ちゃんがバトンを渡して、命のバトンをつなげていくことで主人公はねいますみたいな、そういったね気持ちが自分のね人気とともにね強さにつながってくるんですよね。戦闘のシーンでね結構いい決意とか、そういった指令的な感じをその主人公がセンスあるんじゃないっていうね、そういったところで結果を出したことによって、最後のですね戦闘場面、一つの作戦を立てるんですけども、その司令官にレンカが抜粋されます。最強のね強者とのゴッドイーターたちが、敵たちがいる中に、ね、上からニャン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 ドーンダーンダーンと降りるねところのがね、アニメーションもめちゃくちゃかっこいいし、あのシーンはね鳥肌立ちましたね。音楽もいいし、映像演出もいいし、最高です。はい、他にもですね、主人公レンカのなんか師匠的な感じのリンドウっていうキャラがいいんですけども、鬼滅の刃で言うと煉獄さんポジションのね、リンドウも熱いよね。まあその他にもキャラクターたちがいっぱい出てくるんですよね。ちなみになんですけども、監督今回その購入したキャラクターね、ゲーム原作っていうのは分かってたんですけども、アニメに出てきたら、まあ、このキャラクターですね、アニメに多分出てこなかったです。まあゲーム編でめちゃくちゃ出てくる。で、こっちのこのデッK 銃持ってるキャラクター、これはねセリフはあったし、なんか降ってくるシーンでも出てきたんだけども、主人公レンカとそこまでね、まあ、会話はしたんだけども、なんか深く関わっては来なかったね。うん、残念だな。で、唯一ですね、がっつり、てかもうほぼヒロインだね、アリサ・イリーニチア・アミエーラ、こちらアリサですね。はい、ヒロインなんですよね。このアリサに関してもね、まあ、親が殺されて、ピターっていう、ピターだよね、確かピター。ピターってめっちゃ可愛いんだけどさ、でかくて、もうヒゲもじゃもじゃのジジイみたいな顔で。そう、このね、ゴッドイーターなんですけども、ゲーム版ではあまりね、その街の人たちの描写がそこまで描かれてなかったんですけども、アニメ版に関しては、ピターめっちゃ人殺します。街の人たちが、あーってところ、ぐしゃー、ぐしゃーってね、ジジイ、ぶしゃーって出たりね、容赦ないんですよ、ピター。ゴッドイーターたちが、でっかい機器で切ったりとか、もう、ダダダダダダって打ったりしてんですけども、めちゃくちゃ速いからもう避けていくみたいな、尻尾とか腕とかでやったらもう飛ばされてねするわけなんですよ。もうピターがマジやべえ。なんでこんな敵って強いのかな。切って再生するとかじゃなくて、当たっても武器が逆にぶっ壊れるみたいな。とにかくこのピターってやつが強いんですよ。アリサはピターに両親を殺されたんですよ。そういったなんかトラウマの部分も物語としてすごく描かれておりました。まあ最初ねすごい勝ち気でエヴァンゲリオンっていうアスカ的な感じで上から目線で言ってくるんですよ。自分はこうしたいだけども、そのピターと出会って一気に性格が、っていうかもう怖くてできません何もみたいな感じになっちゃうんだよね。
まあ、この辺に関しても熱く語りたいわけなんですけども、ちょっと動画が長くなるので割愛します。そんなわけでですね、それぞれのキャラクターたち、まあ他にもですね、今回フィギュアないんですけども、サクヤさんのキャラクターもいいな。まあサクヤとリンドウってちょっと恋愛関係あんのかな。まあその辺もね、サクヤさんと共にいるね弟分のコウタっていうキャラクターもいるんだけども、この二人のコンビネーションすごい良かったです。あとソーマね、このソーマっていうキャラクターもね、過去との、そこでちょっと繋がってたりとかしてね、葛藤するんだよ。そう、コウタも葛藤するし、サクヤさんも葛藤するし、リンドウも葛藤するんだよ。もうみんな葛藤してるのね。もうやっぱりアニメーション、まあ映画もそうなんだけども、キャラクターの葛藤ってやっぱりね熱くなりますね。まあそういったその世界観とかビジュアルとか、そういう映像面の演出も確かに新しいんだけども、やっぱりですね、来るのはキャラクターなんだよね。登場人物、人間的な人なんだよね。もう本当に見ていてズキズキきましたね。そしてやっぱその人間ドラマに、まあ、背中をねと押されましたね。 UFO テールなんでアクションのスピード感はやばいです。まあ6年前の作品ですがやばいです。まああとこの作品なんですけども、音楽を流しながら時間短縮でシーンをパッパッパッと見せるシーンがね何箇所かあるんですけども、そこもねめちゃくちゃ良かったなって思いましたね。そんなわけでですね、アニメゴッドイーターレビューさせていただきました。興味湧いた方はですね、もうぜひね、今ちょっとアマプラではやってないんですけども、配信サービスとかを探して、見ていただければなと思います。いや、本当にこの作品は、特に10、11、12、13に関してはね、もう見て、本当に良かったなと思う。特に10話、やばいです。もう泣きながら見てましたね、ずっと。はい、というわけでですね、この動画チャンネルではですね、自分が好きな作品だったり、商品とかをですね、紹介している、ちょっとざっくばらんなチャンネルとなっております。今後なんですが、この作品すげえ響いたなっていう作品はね、こういった形でも徹底的にね、レビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、アニメゴッドイーターを紹介させていただきました。また次の動画で会いましょう。はい、こちら2010年バンダイナモ突如出現した、かなり命のバトンを繋いでいくところ、平尾監督、まあそれはね、もうざっくり言いますと、
ちなみになんですけども、ゴッドイーター、敵のモンスター、怪物はですね、ほとんどフル CG で描かれているんですけども、持っているその武器はですね、もう全部手書きで書かれているというところがですね、ちょっと知ってびっくりしました。